まんまるボートでマタイ釣りをリベンジしたいと思います。10。なんだべ、ほら、タイだ、タイ、絶対タイ、ほら、おー、でけえ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 、おー、おめでとう、おー、でけえ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 、おー、おめでとう、いえ、でかやば、でかイエーイ、イエーイ、いました、イエーイ、イエーイ、イエーイ、やったすげえ感動したわ。いや、初めてで、あの人はちょっと感動だ、割と下だと30、まだ3、あの時で30だったんで、この味に追従感じ物ですか、うん、あるかもしれない。いやでも、まさかこんな大きいのもなかったね。いやでもさ、初めて体験したんだけどさ、重い引きだね。そうそうそう、重い重い、引きが重いで、グググググッ、実際行くっけ、うん、ずっしりとくるで、あんま俺、とてもねえな、お前もまだグググンって、うん、大きさあればやっぱパワーもあるな。うん、なんかでもこたにでっけんのっつったらもうあと今日来ねえ気すんだけど結構あの職場の人とは、うん、お、来たサバ、よし、そしてヒット、あの人たちと玉船長、これはリリース、あばよ、サバ、どこで働いてるの、ここだサナートを釣るのね、釣れだすってっけえ魚、サバ、トラー、サバ、おいあ、あれですか、静かに、それはお持ち帰りじゃない、うん、マジか、なんだ、お、うわ、こっちだ、お、マジ、はい、はい、やべ、こっちも来てまった、いい、うずすわ、無視してこれ、タイだ、はい、こっち、網島か、まだ、まだまだ、そっち、あぁ、逃げた、うわ、マジ、あ、逃げちゃった、これタイだった、マジか、あっこダメだ、今日バラす、わ、今日マイナーはな青をバラして、赤バラして、で、黄色シーラ、シーラじゃない、シーラいた、黄色の魚いた、おー、来た、おー、いいサイズだ、やっぱりここに来てもいた、サバ久々のサバやー、
おお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 これ稲田か、この辺待ってろ。あ、これ幅とは違うじゃん。結構今、あの持ってきてたよ。一気だけじゃね、濡れていいじゃん。頭の方向さ、髪入れればいい。うん。おーい、よいしょ。すごい元気だった。おい、ありがとう。ナイス。ちっちゃい。だけどとりあえずだ。やっぱりあのバラしたやつと全然違うな。だシルエットなら。おお、色きた。イエーイ、ナイス、ナイス。今年は初めて稲田のハンデ。あ、なん。うん。見たのマジで。うん、結構。距離でもだってほら全然違ったじゃん。それなりに太鼓あんじゃん。見た。なんかすげえ最小サイズな気がする。いいね。とりあえずはサバだけは。だね。私だけだった。これ今釣れるよ。おう持ってきてる反対やるよ。稲田も群れだもんな。ナイス、ナイスよ。いいね。山の青物最高。これはちょっとかな。まあまあ釣れただけいいかなって。まあね、久々に稲田の顔見た反対いいかなって感じだけど。もう来た。すげえな、フィーバーやん。山落ちタイムやん。たまに山落ち。おお、来た来た。サバでもこれやってればよ。うん、また来ると思うよ。うん、あやちっちゃいな。サバここのちっちゃいのこそになると全然ゴムすべきよ。あばよ。お、来た。よいしょ。サバグッバイ。それでは早速さばいていきたいと思います。
疲れ様でした。お疲れ様でした。いやなんとか。なんとか。はい、釣ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。なんとか。まあ正直2回目で釣れると思わなかったからね。嬉しいわ。まあもうちょっとね、欲しかったけど。うん、まあでもなんとか、ね、需要あるなし。ね。ちょっと帰ったらちゃんと下がってみるわ。いやでもとりあえずね、サバ祭りだったけども、まあね楽しく楽しく余韻もせず、いやーまあまあ冒頭の船長釣らせてくれるわさすがまた次回、ね、はい、またよろしくお願いします。お願いします。ということでバイバイそういう終わりだったのどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。